ともえさんたちと向き合っていたのはそう長い時間ではなかったはずなのに、激流を渡った後のような疲労感が体の芯に残っている。ほう、激流を渡ったことがあるんですね。だがそれに構っている場合ではなかったってことで、入りがミスり、実況を追加やっていきたいと思います。痺れたような頭を振って自分へ喝を入れるように軽く頬を叩いて立ち上がる。鴨泉警部補、加計さんお願いします。自分も行くであります。弾かれたように走り出す僕に小暮さんが続く。スピーカーから聞こえるハウリングの歪んだ高音。舞台の上では巴さんたちが冠城さんと睨み合っていた。あんたを茶番に付き合わされるのはもううんざりだわ。怒りと殺意をむき出しにする子供たちとは対照的に冠城さんは余裕の微笑を絶やさない。カメラマンたちは動じることなくカメラのレンズを壇上へと定めていて、客席に詰めかけた聴衆だけが事情が分からずに戸惑っているようだった。いいぞいいぞ、面白くしろ。いや、戸惑っているのは僕も同じなのかもしれない。巴さんたちが冠城さんを殺すつもりなら取り返しがつかなくなる前に止めなくてはならない。けれどこの会場にはテレビカメラが何台も入っていて、移行している今も生放送は続いているだろう。飛び出すタイミングを間違えればたちまちのうちにマスコミの餌食になって身動きが取れなくなるかもしれないし、巴さんたちの凶行をいさめる前に僕を探す警察が踏み込んでくるかもしれないのだ。舞台と舞台それのギリギリの木はかろうじてカメラに見つからない影で固唾を飲む。きっと訪れるであろう一度きりの一瞬に備えて、ヒットマンみたいな、今日で何もかもおしまいにしてやる。私たちから何もかも奪ったくせに特殊かぶってこんな公演なんてして。子供たちの殺意に満ちた眼差しが冠城さんに集中する。どこの馬の骨だか知らない奴らに施しをしている暇があるなら私たちにアスミ姉さんを返してよ。まるで小さな子供のいたずらを見守るかのように微笑みを浮かべるだけだった冠城さんがスッと手を挙げた。それだけで会場のざわめきが消える。つえな、アスミを取り戻したいのなら自分たちの力でやってごらんなさい。なんだ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 何これ、舞台？あなたたちにはそれを実行に移すだけのものを与えたつもりです。それができないのならあなたたちはただの失敗作、その程度のものでしかなかったということになるわ。なんだなんだ、人の人生を勝手にねじ曲げておいて何が失敗作よ。悔しいのね。それでどうするの？私を殺す？そんなことはできやしないし、ここには警察の人も来ている。何をするにしてももうあなたたちには時間もなければ逃げ場もないのよ。つかつかと歩み寄ってきた冠城さんの手で身を隠していた袖幕が、さっとまくり上げられる。強いライトの光にさらされ思わず手で顔を隠したが、数台のカメラが僕の方を向いたのが分かった。玉虫警部補だ、警察に連絡を。なんで分かんないその一瞬で、すげえなテレビクルーの叫び声が耳に飛び込む。マサイの視力やな。しまった先輩。この場から逃げるべきか巴さんたちを取り押さえるべきか判断に迷ったほんの数秒。しかし問い詰められた光の家の子供たちはその数秒の間に自分たちのするべきことを迅速に行った。おう、泳がせよ、その方が面白いから。私たちの覚悟を甘く見ないで。いいぞ。巴さんの叫びと同時に数人の子供たちが会場へ散る。私は巴さんを全力で応援します。舞台の真下にいたカメラマンがその中の一人の腕を掴んだが勢いは止まらない。ボタンの弾け飛んだジャケットを少年はそのまま脱ぎ捨てた。爆弾だ。そんな昔のヤンキー漫画みたいなことするの？カメラマンの悲鳴に会場は騒然となる。体にダイナマイト巻きつけてんのかなだが動こうにも動けない。出入り口は全て体に爆弾を巻きつけた子供たちによって封鎖されているのだ。逃げるつもりなんて最初からないの？私たちもこれでおしまいだけど、あんたも道連れよ、カブラギマジじゃんだいぶ面白いよ。いいよいいよ。巴さんが上着を脱ぎ捨てた。そこにはやはり爆弾が巻きつけられていた。どうせさ、どうせ風呂敷畳まないならこれぐらいやってほしいよな鮮血が滴るような痛切な叫びけれど、冠城さんの顔から余裕の笑みが消えることはなかった。きっと彼女はこの日が来ることを想像していたんだろう。でもこの会場に集まった聴衆は違う。どの顔も不安いっぱいで、逃げられるものなら逃げ出してしまいたいだろう。だが少しでもおかしな行動をとれば子供たちは爆弾のスイッチを入れる。無言のうちに伝わってくる本気さに誰一人席を立つことさえできず、壇上で睨み合う冠城さんと巴さんを凝視している。空気さえ凍てついてしまったように静かで、ほんの少しの衝撃さえ許されないほど、張り詰めた空気。
僕らはまた例外ではなく、呼吸することさえためらわれるような空間の中でただ二人を見つめていた。この後なんてどうなったっていい。生き残りたいなんて鼻から思ってないもの。でも私たちなんて存在しなかったみたいに忘れ去られることだけは許せない。いや、死を選ぶ人っていや割とこういう気持ちが強いと思うんだよな。俺は一瞬だけ友恵さんの大きな瞳が僕の方へと向く。刑事さん、罪も咎も罰もその全てをひっくるめて私たちの人生だったの。何歳だよお前。君たちは一体。全部教えるわ。あなたたちに預ける。同じ過ちが二度と繰り返されないように。あ、こっちの方がなんぼか面白いな。それを過ちとしか思えないあなたたちの価値観、それを育んだ人生こそが過ちだったのよ、と思え。それは穏やかな声だった。春先に芝生を照らし出す太陽のような眠る前に差し伸べられる母の手のようだ。よくそんなおしゃれな表現してる暇があるな。だからこそ告げた言葉の残酷さがひときわ際立つ。固く握りしめた友恵さんの拳からシンクの血がホールの床へと滴り落ちた。聞いたでしょ刑事さん、この人は優しくなんかない。私たちに母としての愛情なんてひとかけらも持っていないの。じゃあ君たちは何のために。実験動物よ。全ては20年前から始まっていたの。そこまで調べたのね。非建設的なことには熱心なこと。当たり前でしょ。あんたにとって私たちはただの実験対象かもしれないけど、こっちにはこっちの人生ってもんがあるのよ。いいよいいよいいよ。怒りに任せて公園内から花瓶を払い落として荒い息で友恵さんは続けた。いいぞ。この女は20年前大学で自主ゼミを作ってある実験を始めたの。何の実験だったんです。人類が永遠に挑み続けてきたんだ最難問、不老不死よ。不老不死って実際最初に願った年代ってめちゃくちゃ古いんだろうな。紀元前の頃からそういう願いってあったりしたのかな。誇らしげな冠城さんとは対照的に友恵さんたちの目に宿る憎悪はいよいよ激しさを増していく。そう、不老不死。そんなおとぎ話みたいなもののためにこいつらは研究の真似事をしていたの。真似事ではないわ。既存の技術と発想にとらわれない革新的にして科学的なアプローチよ。でも失敗続きだったんだわ。そうでしょ。だからあんたたちは自主ゼミに持ち込まれたうさんくさい服とこの上ない素材にも飛びついた。人魚の肉にね。ほほう。それがうさんくさいかくだらないか自分たちの目で確かめるものよ。だから確かめたのよね。最初はマウス、モルモットにウサギ、豚に犬に、最後は猿だったかしら。科学のために実験と称して何百匹に無意味な死を与えたの。成功があれば失敗もある。その失敗の中から躍進の鍵を見出すことこそ実験の真の意味なのよ。違うわ。あんたたちはそこで思いとどまるべきだったのよ。どんなに不老不死が素晴らしいとしても、被験体の生と死を冒涜してまで手に入れるほどのものじゃないって。こんなものを作り出してしまったところで気づくべきだったのよ。そう言って友恵さんがポケットから取り出したものを冠城さんに向かって叩きつける。数枚は舞台から客席へと舞い落ち、それを拾い上げてみた観客が甲高い悲鳴を上げた。は？足元に落ちた1枚を拾い上げる。お、猿だ。これもしかしてアスミ姉さん？なんでありますかこれは。だいぶシュールなだいぶシュールな絵だけどね。実験動物のようですね。猿の苦悩と名付けようか。あ、チンパンジーでした。きっとこれはチンパンジーなんだろう。断言できないのは被写体が僕の知る猿とあまりに違う姿になり果てているからだ。そうか。頭部、頭はでかいね。確かに頭部は通常の3倍ほどにまで膨れ上がり、首だけでは支えきれない。それを両手で抱え込むようにして保持している。腕の影から見える両の目には明らかに知性が宿り、自身の境遇を嘆いているのが伝わってきた。きっとばらまかれた他の写真にも同じような動物が写っているんだろう。冠城さんたちの実験に使われた動物たちが。その中の一枚を手にした冠城さんは、そこへ懐かしそうな視線を一瞬だけ向けるとすぐに顔を上げる。数千年、いえ数万年という時間をかけて進化してきた動物たちがたった一台でこれほど劇的に変化する。素晴らしい実験でしょ。何にせよこいつ捕まるんじゃない。新たな一歩を踏み出すには相応の痛みが伴うものよ。それを口にしていいのは自らが痛みを受け止めた人だけよ。なのにあんたたちは絶対に自分たちを被験体にしようとはしなかった。まあ、そりゃそうだろうな。動物実験で飽き足らなくなって人間を相手に臨床実験をしようという段階になっても当然でしょ。私たちは研究者なのだから、
実験をしてその結果を測定し、そこで発生した問題点を解決するという重要な仕事があるの。適材適所という言葉、あなただって知っているでしょ。そうね、あなたたちは賢くて優秀な研究者様だから、危ない役は他人に押し付けるんでしょ。不老不死の実験だってそう。偉大な研究を実現化させたい、そのためには人間で実験したい。でも誰かに研究内容が漏れるのも嫌だし、自分たちが危ない橋を渡るのも嫌だから。大きく息を吸って友枝さんは冠城さんを睨む。吹き出しそうな憎しみとえぐれるほどの殺意を乗せて。だからゼミの学生たちは妊娠し出産した。自分たちの産んだ子供を私たちを実験の材料にするために。まさか本当に？思わずというよりそうであってほしいという願望が口をついて出る。冗談みたいに立ちの悪い真実よ。じゃあどうして君たちは光の家に集められたんだ。実験でしょう。その思想を理解できるかどうかは別として、極秘の臨床実験を行うために子供を作るというのはわかる。学生たちのそれも不老不死などという雲をつかむような話に乗って被験体になってくれる人などそういないだろうと思えるからだ。しかしわざわざ産んだ子供との縁を切る必要があるのだろうか。あなたにはわからないかもしれないわね、卵飯さん。こんな状況になってもまだうっすらと笑いを含んだ声で冠城さんは言う。おこいつの極悪非道感すげえな。あなたが男だからかしら、それとも独身だからかしらね。親子の縁というのはそれほど簡単に切れるものではないみたいよ。私にはそう難しいことではなかったのだけれど、他の人たちは違ったのよ。だから取り上げたってことか。ずっと僕らに背を向けたままだった冠城さんがゆっくりと振り返る。口元にあのほのかな微笑みを浮かべて。だから私は儀式を提案したんだ。親とこの絆を断ち切る儀式を。儀式とは何をするのでありますか。難しいことではありません。産んだ子供を捨てる、ただそれだけですよ。コインロッカーの中へ赤ん坊を寝かせてお金を入れ、鍵を閉めれば縁は断たれる。そこにいるのは母親に捨てられた哀れな子供。まさか冠城さんはその子供を集めて。もちろんです。大事なのは子供を捨てることではなく、使い勝手のいい被験体を用意することですから。捨てたものをそのままになどしておきませんよ。こわ、この人。速やかに回収して私の作った光の家で養育するのです。世間じゃ特殊化だなんて言われてるけど、これがこの女の本性よ。今も昔もただただ自分のことだけしか考えていないんだわ。逮捕案件でしょ、これ即座に確保だよ。今の時点で確保しない時点でもうこの世界の警察は無能だよ。一度整理しなくて頭がついていけそうにない。つまりこうだ。友枝さんをはじめとする光の家の子供たちは20年前学船大学にあった実ゼミに集っていた学生たちが産んだ子供ということらしい。しかし彼女たちは子供を産むとすぐにコインロッカーに捨てて縁を切ってしまう。残された子供は冠城さんが回収し光の家で養育していたようだ。殺された東条さんや戸越さんに出産の形跡があるにもかかわらず、戸籍上の実後が見当たらなかったのはこんな事情があったからなのか。そこまで考えてからふと思い出したのは筧さんの言葉だ。呪われた連鎖を断ち切るのは簡単なことじゃない。ちゃんと儀式に乗っ取らなくちゃいけないんだ。もう一度全てをやり直すためにちゃんと最初の状態に戻さないといけない。そうでないと君たちの行動には意味がなくなってしまうんだから。友枝さんたちは自分たちを道具のように利用した冠城さんに怒りを燃やしている。その冠城さんからは遠からず自分の命が危うくなることを知っていた。それは東条さんをはじめとする自主ゼミのメンバーが次々殺害されていたからだ。冠城さんはその犯人が誰か分かっていた。なぜなら東条さんたちを殺したのも友枝さんたちだからか。そうなのでありますか。おそらくそうですよね、友枝さん。違うはずがないという強い確信を持って問いかける。そうよ、東条と戸越、それに折塚を殺したのは私たち。どうしてそんなひどいことをしたのでありますか。ひどい？ひどいのはあいつらでしょ。私利私欲のために私たちを捨て、何食わぬ顔で援助だけしている。せめて真実を隠す努力ぐらいすればよかったのにね。それさえしなかったものだから私たちに裏側を全部知られてしまった。まるで感情のバロメーターが振り切れてしまったかのように淡々と友枝さんは語り続ける。冠城の正気とは思えない実験に付き合わされるよりも運が悪いだけだったらまだマシだった。望まれなかった子供だったからこんな目に遭っているんだと思い続けることができればよかった。それなら私たちを捨てた親を恨んでさえいればよかったから。
でも本当は違った。私たちは望まれなかった子供なんかじゃない。実験材料になることを望まれた子供だったんだわ。人としての生涯を誰にも期待されずに生まれた子供、奇跡のような誕生を祝福されることもなく生まれ落ちた存在。その事実を知らされた瞬間が彼女たちの支えの糸が切れた瞬間だったんだろう。私たちはただ優しさが欲しかった。何の打算もなく差し伸べられる母の手が。だけど私たちの母親は私たちを悪魔みたいな女に差し出すしか能がなかったのよ。だから殺したの。もう一度、今度こそ普通の親子に生まれ変わるために。じゃあ織塚さんを殺したのは娘のなんとか子よ。テレビ局まで潜り込んだの。あの子が働いていたのは出世なんかのためじゃない。あー、そうなんだ。繋がってたんだ、あの子とも。母親を殺して全てをリセットするためだったの。じゃあ東条さんと戸越さんも自分の子供に殺されたのか。東条を殺したのは裕二よ。大見久志って言えば刑事さんにもわかるかしら。もしそれが真実なら大見さんの立場は全く違ったものになる。事件を目撃したために殺された不幸な青年ではなく、事件を引き起こしたまさに張本人ならば、その死の意味ももみ消しではなく。それに戸越さつきを殺したのは私よ。思考がまとまる前に次の衝撃が僕を飲み込んだ。本当は私も死ななきゃいけないんだけど、何度生まれ変わっても冠城は生きてたら同じことだもの。あいつを殺さなきゃ私たちは永遠に幸せになんてなれない。伏せられていたカードが1枚また1枚とめくられていく。仕方ない、今回は見殺しにすることをよしとしよう。徐々に明らかになっていく真実。認めましょう、編纂室の失態を。ここらで一度僕の中でも事件に対する答えを出さなくてはいけないようだ。またすごい切羽詰まった状況で考えますね、あなたは。推理ロジックでこの事件を整理しよう。はい、了解です。まず大事なことだ。加山智恵と戸越さつきの関係は？加山智恵と戸越さつき親子だよね。で、光の家は冠城光にとって実験の場だよね。実験の場だよね。オッケーオッケー。そして筧凛太郎は光の家で何をしていたのだろうか。筧凛太郎は公演の演出を筧さんがしていた。八つ当たり。筧さんが催眠術で子供たちに犯罪をさせた。これどっちだ、難しいな。催眠術ではないもんな、これかな。最後に冠城光恵たちが学生時代に行っていた実践味という存在はフローオフシーの研究だよね。うん、オッケーオッケー。他の空欄もすべて埋めよう。了解です。東条八重子と大見久志は、まあ、親子、殺害、大見久志は東条八重子を殺害した、森作なんとか子と織塚妙子はホットサンド、このホットサンド同好会ちょいちょい出すのなんなんまあ俺が単純に回収したあれなんだろうけど、キーワードなんだろうけど、森作は織塚の娘だ。これだよね、未婚の母で。僕は新年、新年で合ってるよね。親子だけが間違ってたのよな前。夏目警部補は僕を殺そうとした。で要注意人物、お父さんは、父にとって感化できない。これどっちだ、追うもの、守るべきもの。どっちだ、どういうこと、追うもの、この事件を守るべきものかな。で僕はこれ親子で間違ってたんだよね。僕は父さんの足かせとなっていた。これどっちなんやろ。反抗期っていうのを丸にするかい、足止めかな。で手を焼いている。で、おめでとうございます好きやわ。これは監視役だよね、おそらく。いけない関係だおめでとうございます好きやわ。監視、
小暮総一郎もここもおそらく監視。誰この人、西向こ良平。こんなキャラ出てきてないけどな。で、インド警部、知らないよこの関係。あ、俺飛ばしてたからかな。警部の情報屋だった、情報屋かな、おそらくそうでしょう。この人は学専大学の教授、これでいいんじゃないか、埋まったよね。よし、じゃあ行きましょう。戸越さつきと香山智恵は親子関係だ。その証言は智恵さん自身のものだ。だが親子としての愛情関係が育まれる環境ではなかった。そんな悲しいことになってしまった原因はまさに悪魔の研究のため。もし戸越さつきが幸福なうちに妊娠していたら二人の運命は変わっていたに違いない。光の家とは冠城さんの実験の場だった。学生時代に自ら妊娠し、その子を使って不老不死を得るために光の家を作ったのだ。最初は小動物から始まり、ついに人間まで。そこまでしていられる不老不死で幸福は得られるのだろうか。冠城さんは確かに被害者だが、それだけでは片付けられない何かが存在している。今回の事件は筧さんが指示を出していた。彼の言葉を覚えているだろうか。呪われた連鎖を断ち切るためには儀式に乗っ取らなくてはいけない。もう一度全てをやり直すためにちゃんと最初の状態に戻さないといけない。そうでないと君たちの行動には意味がなくなってしまう。この言葉で子供たちの親に対する恐怖、怒り、悲しみ、愛への渇望を表現しきってしまった。心をわしづかみにされた彼らは限りなく強硬に突っ走ることになる。まあ結局筧が殺人教唆みたいなことをしてたってことだよね。そう、不老不死。ジジゼミは不老不死を研究するグループだ。そのために自ら妊娠し、我が子すら実験の材料に使おうとしている悪魔の所業。実験のことに冠城さんは自責の念は一切ない。むしろ誇りらしく思っている。僕はもうこれ以上の災いを何としてでも止めなくてはならないのだ。まる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 、よよよよ、うわー、なんか不安なとこだけは残ってるな。おし、これは完全にパーフェクト KO でしょ。完璧か。一度こぼれてしまえば水もミルクも元通りにはならない。冠城さんを生かそうが殺そうが、母親たちを自分たちがそうであったようにコインロッカーに押し込もうが、一度ずれてしまった歯車を元通りにすることはできないのだ。でもきっとそんなことは智恵さんたちにだって分かっているんだろう。それでもその上事のような考えにすがらなければいけないほど彼女たちの絶望は深かったのだ。手錠にかけて育てたというのに本当にバカな子なんですって。あ、これ暗いって読むらしいですね。暗い深い崖の底に身を落としたものの、心境は高みにいる人には決して理解できない。だから冠城さんにも智恵さんたちの抱いた絶望の濃さ、深さは決してわからないのだろう。せっかくの貴重な素材で人魚の肉で未知なる可能性を与えてあげたというのに、その素晴らしさを理解しようともしないで。何が素晴らしいのよ。人魚の肉なんて何の足しにもならなかったじゃない。不老不死どころかせいぜい人よりちょっと優れた運動能力があるだけで、未知でも偉大でも何でもないじゃない。それは私のせいではないわね。あなたたちが適合できなかっただけのことです。人を実験動物みたいに言わないで。あなたたちが人として扱うに値する知能を持っていたら、それなりの扱いをしてあげたわ。けれどこの実験の崇高さも私の理想も理解せず、ただ恨み事を繰り返すだけの存在なら、そんなものは言葉を返さない動物たちと同じです。 あんまりであります。勝手に子供たちを実験道具にして、そんな言い方誤解しないでくださいね。私は実験動物にしたのではありません。人類を限界の向こう側へ押しやる、そのための鍵を彼らに与えたのです。その意味も与えられたものの正しい使い方も知ろうとはせず、獣風情に身を落としたのは自業自得というものですよ。この人
さすがに逮捕だよね。そもそも人間を使ってそんな実験をしようとしたこと、その発想が間違っていたのではありませんか。卵虫警部補、あなたにならわかるのではないかしら。これまでに誰も越えられなかった壁を越えようとするなら、既存の常識やタブーにとらわれていてはいけないということを、なんで私を巻き込もうとするんですか。やめてくださいよ。誰も試されないことを試す勇気と変化することを恐れぬ心、それこそが最終的には子供たちの人類の未来を開くのです。今よりも一歩、いえ何歩も先へ進んだ素晴らしい未来を。トモエさんたちの血が滲むような叫びにも全く動じる気配のなかったカブラギさんが、ここに来て初めて言葉に熱を帯びさせた。この人は今ここに至ってもなお自分の正義を信じて疑っていないのだ。光の家の子供たちはカブラギさんをひざまずかせ、その過ちの重さを気づかせたかったのかもしれない。でもそれは不可能なことだったのだ。カブラギさんは罪の重さなど感じていない。そもそも自分が背負ったものが罪であることさえきっと気づいてはいないのだ。トモエさんたちと母親たちとの歯車が最初の最初から噛み合っていなかったように、この復讐劇も最初から噛み合ってはいなかったのだろう。その悲しい事実にトモエさんも気づいたのか、かすれるような低い声でつぶやく。特別な力なんて欲しくなかったのよ。いいえ、あなたたちは手に入らなかったから、その素晴らしさがわからないだけなの。欲しくない。私たちに必要だったのは特別なんかじゃない。ありきたりで平凡でどこにでもあるような普通の生活だったの。それはね、手に入らなかったから欲しいとダダをこねているだけなの。今にきっと来るわ。人類の礎になったことを喜べる日が。ダークファンタジーの黒幕やんこいつ。だったらあんたが礎になればいいじゃない。いつだって安全な場所で痛い思いも怖い思いもしないでいるくせに、たった一人の娘を廃人同様にしておいて何が素晴らしい未来よ。人類なんかを幸福にする前に自分の子供を幸せにしてみせたらどうなの。あの子は人類の進歩に大きく貢献しました。それに勝る幸福などそうはないのです。そんなのあんたの価値観なんて聞きたくない。あなたたちには分からないのでしょうね。失敗作のあなたたちには。見えないナイフで心臓を貫かれたように、トモエさんが目を見開いて硬直する。離れている僕らのところまで聞こえる激しい息遣い。許せない、許せない、許せない、許せない。吐息のようにかすれた声で繰り返し、トモエさんが顔を上げる。地獄の底を覗いてしまったような真っ暗な光のない目。あんただけは許せない。いけ、ダイナマイト。牙の代わりのような鋭いバタフライナイフ、そこは爆発じゃないんや。スポットライトの光さえ切り裂きそうなそれを前に、カブラギさんは厭然と微笑む。そんなものでは私は殺せないわ。だってもう私はあなたたちとは、いえここにいる誰とも違う素晴らしい存在になったのですから。先輩、カブラギさんは何を言ってるのでありますか。わかりません。小栗さん、ギリギリまで動かないでくださいね。下手に動けば最悪の展開になりかねませんから。押す。放浪支配した微妙な均衡はほんの小さな動きで崩壊してしまうかもしれない。爆弾を持った子供たちが出入り口を支配しているこの状況下で、最悪の展開にだけはしたくなかった。あなたたちは私が憎いんでしょ。死ねばいいと思っているのでしょ。そうよ、惨めったらしく命乞いするあんたに思い切りとどめを刺してやるの。そのためにあんたを最後まで残してやったんだわ。そう、でも残念ね。それは不可能なことなのよ。あんた、まさか。あなたたちとアスミは違う。あの子だけが私のためになってくれた。不老不死という私の積年の願いを叶えてくれたの。この人手なし。そうね、私は人ではないわ。きっともう神に近い存在なのだから。いいぞいいぞ、黙れ。司祭も超越した私の前で、あなたたちは自分の無力さを呪いながら朽ちていきなさい。マジでラスボスやん。トモエさんを受け入れるように、いや自らの力を誇示するように、カブラギさんが手を差し伸べる。ナイフを構えたトモエさんがそこから逃れようと身をよじり、あんたなんか大嫌い。腕を振り払う。その手には鋭いナイフが握られていて、カブラギさんの胴笛を音もなく切り裂く。あららららら。吹き出した鮮血は濃く赤く、まるで朱色のリボンのように宙を舞った。いや本当に表現おしゃれよな、カブラギさん。スローモーションのゆっくりと、のようにゆっくりとカブラギさんが背中から倒れ込む。それでもトモエさんはまだ感情を吐き出し足りないというようにナイフを振り回すのを止めない。いやー、相変わらず見殺しにしますね。
壇上に駆け寄ってくる子供たちは友恵さんを止めるのでもなく、カブラギさんを助けようとしているのでもなかった。彼らの手にはそれぞれに刃物が握られている。数秒後の惨劇が脳裏に浮かぶと同時に、僕の体はカブラギさんの元へと飛び出していた。ダメだ！助けようとしたのはカブラギさんだろうか、それとも牙を剥くしか術を知らなかった友恵さんたちだろうか、わからない。けれど確かなことが一つだけあった。なんかの曲の歌詞みたいやな。うっ。体中の痛いところに焼け火鉢を、押し当てられるみたいな感覚。力なく投げ出されたカブラギさんの靴に赤い血が滴り落ちる。ああ、それなら彼女は無事なんだ。先輩！小暮さんの動揺が響く。それだけじゃない。劇場の中にはいくつもの悲鳴がこだましている。大丈夫ですか？僕が行かなくては、皆を落ち着かせなくては。だけど体が思うように動かない。まるで何倍もの重力がかかっているみたいだ。糸が切れた操り人形みたいに膝から崩れ落ちてしまう。それでも僕は警察官だ。手の届く限り人を助けなくては、声の届く限りに人を安心させなくては。君たちも心配ないからね。血に汚れた手のまま目を見開いて立ち尽くす子供たち。彼らの叫びは確かに僕が聞き届けた。蹴るか。言葉が泡に飲み込まれる。喉の奥からせり上がってくる生臭い血が僕から言葉を奪おうとする。玉込君、玉込先輩。ああ、あれは鴨泉警部補と羽黒さんの声だ。でもどうして彼女たちが逆さまに見えるんだろう。小暮さんが僕を覗き込んでいる。大丈夫だと言いたいけど、もう呼吸を繰り返すので精一杯だ。世界がゆっくり明滅する。現実感が遠のき、まるで芝居のセットの中にいるみたい。何が本当で何が幻かわからない。いくつも見える人影の中の一人に、僕はため息交じりにつぶやいた。父さん、ごめん。